日本が勝つ。中国メディアが U20 女子アジアカップ決勝戦を予想。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。今夜3月16日土曜日22時より U20 女子アジアカップ決勝戦、日本女子代表対北朝鮮女子代表の対戦が行われます。ヤングなでしこにとって北朝鮮女子はグループステージで唯一黒星を喫した相手、全く油断のできない対戦相手となります。そんな決勝戦を前に、中国メディアがこの試合について日本の勝利を予想しているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はフットボールゾーンから。ヤングなでしこの愛称を持つ U20 日本女子代表は3月16日に U20 女子アジアカップ決勝戦で北朝鮮と対戦する。両チームとグループリーグで戦った中国の母国メディアは日本の優勝を予想しているようだ。 B 組の日本はベトナムとのグループリーグ初戦で10対0と快勝、続く第2戦で中国を2対0で破り、グループ最終戦を残して準決勝へと駒を進めた。最終戦となった北朝鮮相手に主力の複数選手を休ませた日本は0対1で敗戦。それでも準決勝のオーストラリア戦はボールを支配し5対1の勝利を収め、4大会連続で決勝に進出した。一方の同 B 組北朝鮮も2勝1分けで準決勝へ、韓国を3対0で破り決勝へ進んだ。今大会で日本、北朝鮮と対戦して敗れた中国の母国大手メディア双方は女子サッカー2大主力突破と決勝カードを伝えている。女子サッカーチームの2大主力である日本と北朝鮮が突破して決勝に進出した。どちらのチームがアジアの誇りをかけて優勝トロフィーを掲げることができるのか、私たちが知る日はそう遠くないだろう。今回の中国は運が非常に悪く、前回大会の優勝、準優勝国と同じグループを戦う羽目にあった。2019年大会では日本と北朝鮮の決勝カードで2対1と日本が勝利、3連覇を達成している。中国にとっては実力あるチーム2つと同じ B 組に所属したことで、残念ながら奇跡は起こらなかったと敗退を嘆いていた。また同メディアはグループリーグですでに対戦済みの日本と北朝鮮について分析、日本が0対1と敗れているが主力選手を温存した点を挙げつつ、試合には負けたが日本はまだ北朝鮮を上回っている、もはや敵を軽視せず全ての主力選手を派遣するならば日本の優勝は確実なはずである、といった見解を示していた。このように伝えています。今回の中国女子代表はご存知の通り日本、北朝鮮とともにグループ B に属し、残念ながらグループステージで敗退。その両者と対戦した中国ならではの分析かもしれませんね。この U20 女子アジアカップですが、2002年に初めての大会が行われ、その後はだいたい2年に1度開催。2019年の前回大会までで合計10回開催されています。そのうち半分以上の6回を日本が優勝、準優勝も1回、直近でも日本が3連覇していますね。対する北朝鮮ですが、優勝は1回と少ないですが、準優勝がなんと6回。決勝戦での両者の直接対決は4回あり、日本の3勝1敗となっています。まさにライバルと言って良い関係ですね。そういった面からも、北朝鮮は今回、是が非でも優勝を勝ち取りたいと望んでいるはず。今夜の試合は、どちらの思いがより強いか、そして選手のコンディションはどうなっているか、そのあたりにも左右されそうです。では次にこの対戦に関するネットの反応を見ていきましょう。サッカーの質としては日本の方が強そうですね。北朝鮮は1対1は強いし、スピードアジリティはありますが、システム的なビルドアップとかディフェンスのブロックとかはあまり整備されていません。ありがたい予想だけど、ヒゲを生やした選手が出てきたら不利、そんな邪推もしたくなる特殊な対戦。中国メディアが言う主力を休ませた日本と北の決勝だが、これで本当に強いのはどちらかわかる。北に負けたことで引き締まった日本が勝つだろうが、勝負はやってみないと。いや、オリンピック予選での代表の敗退へのリベンジを目論んでいるだろうから油断は禁物。
特にロングボールでのカウンターに注意。人のことを気にするより自国のサッカーを盛り上げることを考えなさい。頑張れ日本。いや、モチベーションとフィジカルで北が優勢だな。さまざまな声があるようですね。ヤングなでしこはグループステージで敗北した悔しさをバネに、ぜひ今夜北朝鮮女子に雪辱を果たしてほしいと思います。決勝戦は3月16日今夜22時キックオフ。ちなみに同日17時から3位決定戦のオーストラリア対韓国戦もあるようです。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。